隠蔽指令は2008年に刊行された江上剛による日本の経済小説。また、それを原作として2009年にワウワウの連続ドラマ W 枠で放送されたテレビドラマ作品。書出は問題小説2007年10月号から2008年6月号。単行本は2008年8月に徳間書店より刊行され、文庫版は 徳馬文庫より2009年10月に刊行された。上司の命令に忠実であろうとしたがゆえに不幸に絡め取られていく銀行員の物語。会社から完全に捨てられたと知った男はついにある大勝負に出る。メガバンク大東亜銀行で働く天野は不走銀行との大型合併を控え。 かねてから信頼する上司であった陶取の楠すのせから合併後の権力闘争の火種となりかねない前、陶取の愛人が絡む銀座のクラブにまつわる不良再建の内密の処理を命じられる。訪れたそのクラブで大学時代の親友で、今は政界再編の中心人物と目される人気代議士、羽田の秘書となっている千村と再会する。しかし、二人の間では、 久々の再会を喜ぶ間もなく、それぞれの立場から必要とする金の問題をめぐって、駆け引きが始まった。そして、その時から、天野の人生の歯車は大きく狂い始める。家族、仕事、すべてを失いかけた男の最後の戦いとは。2009年10月18日から11月15日までの、毎週日曜日の22時から、ワウワウの連続ドラマ W 枠で、 テレビドラマ化され放送された。放送時間50分、CM なしの前後話で、再放送は翌土曜日。初回のみ、本放送、再放送ともに、無料で放送された。連続ドラマ W 枠での放送作品としては、ママは昔パパだったに引き続き、第5作目となる。連続ドラマ W としては初めて各話に、エピソードタイトルがついている。ありがとうございます。